はい、経団連の皆様こんにちは。私は参院選東京選挙区に立候補しております菅原良一と申します。経団連の皆様は毎年毎年外国人労働者をもっと入れろと日本政府に提言しておりますが、これ将来的に非常に大きな問題とありそうですのでやめてください。さらには過去の提言を取り消してください。経団連の皆さんは安い労働力の欲しさに外国人労働者を入れろ入れろと日本政府に要請しているようですが、その人たちが若くて働けるときはいいですよ。数年後外国人労働者にも労務が来ます。安い労働力だけを経団連の皆様が吸い取った後の外国人労働者の労務は俺は知らねえと政府の福祉に任されてはたまったもんではありません。さらにですね、外国人労働者も、それとですね、経団連さんは安い外国人労働者が手に入ればそれでいいのかもしれませんけれども、世界中にはいろんな人がいらっしゃいます。そういう人をどん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 日本に入れてですね、やれ豚肉は食えないだろう、やれ塗装じゃなくちゃ嫌だろうと言い出したら面倒くさくて仕方ありません。ですので経団連は外国人労働者をもっと入れろと政府に提言するのやめてください。外国人の労働力を輸入してたら日本人の賃金が上がりませんよ。それはそうでしょう。供給と需要によって値段が決まるのであれば日本人の給料を上げないで外国人の労働力をどんどん輸入していたらいつまでも労働単価は安いままであります。経団連はそれを狙って外国人の労働者を輸入しろとしつこくしつこく毎年政府に提言しておりますが、あなたたちの子や孫もその外国人労働者との競争になって安い賃金に苦しむんですよ。経団連の皆さんの子や孫がずっと経営者側にいられると思ったら大間違いであります。経団連は外国人労働力の輸入を政府に進めるのやめろ。今までしてきた提言を取り消せ。外国人労働者の輸入を推進するな。日本人の労働者に自分の子や孫たちに適正な給料を支払え。外国人労働者で労働力の供給をダブダブにして賃金の上昇を抑えたら消費も緩みますよ。労働者は賃金をもらう立場であると同時に消費者でもあります。そんなこともわからないんでしょうか。経団連の皆さんはあなた方の子や孫はずっと経営者側にいられると思ったら大間違いであります。で、外国人労働者を輸入したくて政府に提言して
ておりますが、あなた方の子や孫も外国人労働者との激しい競争にさらされ、低賃金に苦しむことになります。今だけ良ければいい、金だけあればいい、俺さえ良ければいい。それでは子供や孫